りジャンルの中から、はい、現在はフレンチを選ばれて、はい、活躍されているんですが、はい、その理由は何かありますか？はい、これは料理天国の小川先生に憧れてです。先ほどのその、はい、中学生の頃から見ていた番組で小川先生が出てくるわけです、はいはい、どんなところが一番惹かれたんですか？そう、当時まだフランス料理ってそんなに庶民の間では見かけることも少なかったな、華やかな、うん、はい、感じとか見たことない食材ですよね、にも本当に感動しました。そんな香田さんから見たらフランス料理、フレンチの魅力ってどんなところだと思いますか？はい、そうですね、なんか非日常なところですかね。はい、はい、それでは数ある料理ジャンルの中からフレンチを選んだ理由は何でしょうか？はい、はい、料理天国の小川先生に憧れて選びました。はい。